い、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。とりあえずあれをね、またあの行動みたいなとこ通っていかんといかんのよね。ん？その行動みたいな聞いたか？町中で勇士らしき人物を見かけたっていうタレコミがあったらしいぞ。町中、町中か兵士たちが警戒を強めているのはそのせいかな。ああ素敵だったわ。ホメラス様が大勢の兵士を連れて颯爽と駆け抜けていくあの勇士、脱獄士を捕まえたらまた戻ってくるわよね。その時にまた姿を拝めるように今からも捕まえておかなくっちゃ。待ち構えて、怖怖ストーカーやん。これって普通に正面から行ったんじゃいかんかったよね。なんかこれもクエスト。え、めっちゃ泣きよるけど。どうやらこの子が言うにはメアリーってのが道具屋に、道具屋の屋根の上に登ったまま降りられなくなっちまったらしいんだ。あの屋根の上なら道具屋の中から行けそうだが、この子を放っとくわけにもいかないし、どうしたもんかな。道具屋の、これ受けれてないよね。メアリーが屋根に登ったまま降りてこないの。な、猫か何か。誰か屋根の上にいるメアリーを助けてあげて。メアリーとしか言わ、猫綱。ありがとうお兄ちゃん、メアリーを助けて。クエスト、メアリーを助けてを引き受けました。そこにある道具屋ってこれよね。ん？どっちだ？これか。ん？これ？こっちだな。道具屋の中から行けるって言った？どこ道具屋の中？この上、こっちから行けるんかな。ん？あ、こっちから入れるってこと？あ、入れる入れる、ここね。お邪魔します。勝手に勝手に。お、後ろ姿。おっと、お客さん、もし買い物をしたいなら正面から話しかけてくれ。こっちを振り向きもしないのね。どこから上に上がれるの？あ、寝室。しかも寝てたわ。ごめんね。スピースピー。この辺に買い、あった。お、これか。はしご。違う、もうちょっと。はい。報酬猫綱って言われてもね。報酬猫綱って言われてもね。この上ってこと？え、またこの妖精みたいなのおるんやけど。あ、消えた。おお、小さなメダルゲット。あゆな、小さなメダルを手に入れた。やったね。え、でメアリーはどこにいるの？あ、あれか、いたいたいた、こっちかーい。にゃん。猫のメアリーの足が小さな、おお、マジで小さなのに挟まっているようで、メアリーを助けてあげます。メアリーの足を穴から出した。さあ、これで降りられた。下にいる飼い主の子、女の子に教えてあげよう。お、あれやろ。は、教えてあげなくても一緒にいる。あ、お兄ちゃん、メアリーを助けてくれてありがとう。これはそのお礼よ、受け取って。アイラン、猫綱を受け取った。猫綱とか君の方がいるんじゃないの。お兄ちゃんならデレカダールにある他の屋根にも登れるかもね。煙突の中にも入れちゃったりして。おお、煙突から入ったら何、何かいいことある？サンタ的な気分になれるとか。よかったね、よかったねは君じゃないの。あ、解決したよおじさん。あんたが屋根の上に登ったメアリーってのを助けてくれたんだろ。ありがとよ、あの子にも笑顔が戻ったぜ。いかついけど優しいおじさんだね。それで私は一体どこへ。地図、城下町か。そう、あ、こっちの方向でよろしいということかな。めっちゃ住宅街って感じ。いいね、仲良しだね。なんかこの辺、ここか。
ここかって全然違くね全然違くね。とりあえず小足に入ってきたけど、力の種、あ、これか、あ、これだこれだ合ってる合ってる。マノロ、あ、マノロの豆知識とかある。好奇心旺盛な石の村の少年。お、仮想に戻ってきました。で、仮想に戻ってきて、この後あれをね、ここを抜けて密林に行けばよろしいということを言っていたような。悪い子はおらんかえ、怖あ、吠えられよりやんえ、何、まだ続いてるのひひひょえ、勘弁してくれ、犬だけは、犬だけは。この人別に特に名前ないんやね結構な感じで目立っとるけど、え、とりあえずここを抜けていけばいいんよね。あら、違ったかな、え、違わない、こっちデルカダールの丘やんね。とりあえずあのデルカダール、あ、何、あ、メインストーリーの、これはまだ見たやつか見たやつやねナップカーの密林、町を出て南の方だが危ないからやめといた方がいいぜ。やめません。 いらっしゃい、こっちこっちじゃなかった、え、めっちゃなんか倒れとるけど、ネオン、この人ネオルねネオルね、え、ここどこ、あ、こっちじゃないわ、ここか、で、とりあえずナップ川の密林に行く前にあれをね、教会の前の教会の前におる人に話しかけてクエストをクリアしておかねば。お、もうここまで出てきたの、ん、あれは兵士、追ってですか、いたか、いや、見当たらん、もう一度町の中を探すぞ。そんないつまでも町の中にいるわけないでしょうあの明かりの数、ずいぶん人を出してやがるな。ほとぼりが冷めるまでデルカダールには近づかない方がよしそうだ。今のうちにこの先にあるナプカーの密林を抜けて石の村へ向かうぞ。待って、まだ向かわないで、あ、ここ、あ、もうこんなところまで連れてきてくれてありがとう移動の手間が省けたじゃないか。へいへい、話せね、待て、言葉はいらねえ、幾多の戦いを乗り越えてきた俺には分かるぜ。言われなくてもひしひしと感じてきやがる、その眼差し、その立ち振る舞い、お前の全身から放たれる輝き、全てが好物語ってるぜ。連携技、シャドウアタックで魔物を華麗に倒しましたとなどうやら分かっちまったか、共闘の素晴らしさというものが。何よりだ、俺も十分に満足するぜ。さあ受け取ってくれ、こいつは俺を満足させてくれた礼だ。お、金のネックレス。世の中には多くの連携技がある。呪文と特技の組み合わせで発動する連携技もあるんだぜ。それだけでなく、中には3人がゾーン状態でないと使えないような連携技もあるって話だ。特技や呪文を覚えれば覚えるほど、仲間が増えれば増えるほど、使える連携技も増えていくだろうな。忘れるなよ、お前は一人じゃない。共闘すれば活路も開けるってもんだ。仲間を大切にな。おお、なんか知らんけどいろいろと察してくれた直接見るとわからんくない、共闘は素晴らしい、ずっと言ってるね。お、なんか昼間とはやっぱり違うモンスターがね、魔物の群れが現れた。ランタン小僧、上の部分若干なんかスライムっぽい感じやけどヒヒヒヒ、やっつけたんかと思った今一発で。おお腰を抜かした、腰を抜かしたよ、ちょっと立ち上がって。え、しかし MP が足りなかったMP が足りなかった。お、会心の一撃、びっくりした、なんかと思った一瞬。だから MP 足りないって。お、やったね、
魔物の群れをやっつけた。お、レベル6に上がったよ。2ポイントのスキルポイントを獲得。スキルポイント、これは一応後からにしとこっか。終わる。あ、ナップ川の密林どっちやった、こっち。ナップ川の密林こっちね。オッケーオッケー。あ、あっこにも看板ある。とりあえず見とこう。こっち。え、なんか迷いの森的なあれなんやろ大丈夫かな、いけるかな。なんかまたしても切りか、おお、ちょっとこっちに向かってしまった。かわいいかわいいはいいけど、神のヒットポイントが、え、向こうが、向こうが薬草を使ったよ。ちょい待ってね、こっちも、こっちも薬草を、へい、回復回復。こう動き回れるのに、動き回れるのに切れないっていう。へい、こいつめっちゃ回復しやがる。何、自分のから、おお、かわいい無邪気にじゃれてる。あ、吹き飛ばされた。なんてこと、こいつ自分の体に薬草生えてんじゃないの。イエーイ。お、切り株お化けが、綺麗な枝を道具袋に入れた。綺麗なんや綺麗なんや。お、もんじゃと一緒。今度はとりあえずあれをね、切り株お化けの方を先にやっつけといて、なんかいっぱい回復されるっぽいけん。あ、そして私の体力が、危ない危ない、なんかもう虫の息になりよる。うお、ズッズキ、へいへい。お、神がレベル6、レベル一緒。神もとりあえず後から振り分けよ。お、なんか暗い場所に入ってくよ。密林やもんね密林やもんね。さあ、無事に抜けれるかな。ナップ川の密林、お、めっちゃ雨降りよる。ん、あれ人、あ、人や。行商人、各地を回って商売をしております。こんなところでお会いしたのも何かの縁、何か買っていってください。さて、私は旅の行商人です。どんなご用でしょう。私今86ゴールドしかないんだけど。買えねえ買え、あ、でも革の帽子ととんがり帽子買えるよ。うーんとね、とんがり帽子の方がいいね。ほい、アユナに装備させます。あ、これでさっきのさ、あれはバンダナはつけれないの。髪は、私がさっきまで間違えた、つけてたやつ、頭、あ、ほら、渡して装備します。右アクセサリー、さっきあのあれよね、金のネックレス。エマのお守りもつけれるんじゃない。ふう、いいねいいね、守備力どんどん上がってく。ん、何、なんか今あの辺で敵、敵ですか。ん、霧状の魔物、おっと、お、切れる切れる、スモークや、スモーク、よし。あ、そっか、こいつ切れるのか。じゃ、とりあえずメラを、雨降ってるけどね雨降ってるけどね。でもあっち普通にあれよね、普通に攻撃しよるよね。あれ、なんか地下水路みたいなの通りよるときさ
地下水路みたいなの通りおるときに攻撃できんかったことない。違う敵やったっけあれ。ダブルスライム、スライム系全部可愛いよね。イエイ、余裕。こっちであっとか。お、はっ。このちゃんと落ちない仕様になってるのは嬉しいな。あれやん、ゼルダの伝説とかやったら落ちるやん普通に。普通に落ちるやん。超気づかれ、うこっち。この門のとこですか。これ抜ければいい。なんか間違えた。ジャンプした。切りつけようと思ったのに。なんか上から落ちてきたよね敵。いやーかわいそう。平気なの。平気なの。こんなのに舐め回されて絶対無理やわ。イエーイ。お、草原の掃除屋。戦闘勝利回数が50回以上となったものに贈られる称号。掃除屋やって、怖。あ、これあっという間に抜けれるんじゃ。お、あれ女神像やんね。女神像発見した。イエーイ。おう、びっくりした。イベント始まった。お、キャンプか、ちょうどいい。石の村があるぜ。あるあたりはまだまだ先だからな。今日はここで休んでいこうぜ。お、初めての人がいるキャンプ。一人やったもんね、寂しい。それにしてもデクの野郎が一枚に店なんぞ開いてるとはな。しかも町の一等地に嫁さん付きだぜ。あれで俺と盗賊やってたなんて、ん？やってたなんてな。お宝求めて世界中を駆け回ったのが、なんだか懐かしく思えてくるぜ。何年前の話なん？ん？そういや、デクトの旅の途中で見つけたあのお宝、今こそ役立ちそうだな。なあ、いな。お前にいいものをやるよ。今までいろんなお宝を手に入れてきた、俺とデク、とっておきの一品だ。なになに？なんだこれ。その名も不思議な鍛冶、鍛冶台。こいつの上に素材を乗せて不思議なハンマーでトンカン叩けば、なんとびっくり。金属の剣はもちろんのこと、木のブーメランになんと布の服まで、材質を問わずあらゆる装備が作れちまうんだ。すげえだろ。めっちゃ説明口調。汗水垂らして火事に励むのは柄じゃなくてな。あまり使ってなかったんだが、お前なら使いこなせる気がするんだ。ちなみに不思議な火事をするには作りたい装備の素材と専用のレシピブックが必要なんだ。あ、それもなんか各地で見つけてこんといかんってことかな。そうだな。まずはこのレシピブックをお前にやるから、俺の話が終わったら早速作ってみろよ。お、不思議な鍛冶入門を受け取った。聖堂の剣のレシピを覚えた。聖なるナイフのレシピを覚えた。お、それぞれの武器。レシピブックは町にある本棚や宝箱の中、他にも世界中のいろんな場所で手に入るから、あちこち探し回ってみろよ。ほうほう。それじゃ、さっき渡したレシピの素材をお前にやるよ。それを使って試しに武器を作ってみな。お、素材までくれる、優しい。不思議な鍛冶。不思議な鍛冶では手に入れたレシピをもとに素材から新しい装備品を作り出すことができます。レシピや宝箱や本棚などから素材は採取ポイントなどから手に入ります。採取ポイントってあのキラキラ光るやつかな。早速亀にもらったレシピと素材で何か作ってみましょう。不思議な鍛冶セットがある。ここで武器や防具などの装備を作ったり打ち直して強化できるようだ。さあ武器を作ろうか。片手剣ですか。聖堂の剣作ります。おー、なんかすげえ簡単な感じ。不思議な鍛冶の基本。不思議な鍛冶は叩くで装備の地銀を鍛え、仕上げるで完成させるのが基本の流れです。地銀でいいんかな。を叩くと青いゲージが伸びていきます。緑色の成功ゾーンで止めるといい結果が期待できるので狙ってみましょう。あ、自分でちゃんとやる感じ。その他の基本は作戦の旅の心得を見てください。叩く。叩いてんのこれ。あ、これでか。あ、こういうこと。これで OK なんやね。
この下を叩くにはどうしたらいい？あの一箇所だけじゃないよね。仕上げる？仕上げるの？まだ叩いて大丈夫なんかな。下の方ってどうやって叩けばいいん？これこれ、あ、これかこれか。ん？これ OK なんかな。でもあれなんか 青いよね。足りてない？もう一回。あ、過ぎた過ぎたよ。このま、あのままの方が良かったんかな。仕上げます、仕上げます。全部が黄色くなるわけじゃない。黄色くなるよね、成功したら。多分あ、一応成功。え、これで何、ちょうど良くなったらプラス1とかじゃなくてもっと良くなるってこと？打ち直しの宝珠を2個手に入れた。打ち直し、素材から装備を作って成功すると打ち直しの宝珠が手に入ります。必要な数の打ち直しの宝珠があれば打ち直しで持っている装備品の出来の良さをアップさせる感じに挑戦できます。失敗しても装備品はなくならず、成功すると元の装備品よりもプラスの数がアップします。あ、失敗したら変わらんってこと。で、もう一つの方は聖なるナイフ。こっちがあれかな、神のやつってことかな。お、短くなった剣。ほ、過ぎてるの？え、でもこれちょうどいいところで止めれんくない？勝手に動くよね。これでいいんかな。これでいいんかな。仕上げます。成功は成功やろ。成功、イエーイ。誰に向かってのポーズか分からんけど、これで OK なんやね。おう、初めての家事お疲れさん。どうだ、うまくできたか。多分成功したけんうまくできたはず。マジか、初めての風なのにやるな。いいな、練習したらもっとうまくなると思うぜ。これにもなんか経験値的なものがあるんかな。これからはキャンプで不思議な火事ができるようにしといてやるからな。火事がしたくなったらキャンプに行くんだぞ。さて、いろんなことがあってさすがに疲れちまったよ。今日はそろそろ休むことにしようぜ。さっきのは装備したら今の武器よりは強くなる？なるんかな。ちょっと見てみよっか。ゆっくりしていたらすっかり日が昇っちまったな。さあ、医師の村を目指して進もうぜ。なんか犬がおる、あれ。犬がおる。これか。あ、強いけど武器カード率ゼロ。大丈夫？大丈夫か。大丈夫か分からんけど。はい、そしてカミュー。カミューの探検ないですよ。自分の名前ついとるけど。聖堂の剣じゃない、こっちの方が強くなるよ。さっき、あ、違う、これ私が装備してるやつやった。で、これで、てかここセーブした方がいいか。どこ行った、どこからともなく声が。お祈りをします。へい、上書き。とりあえずね、女神像を見かけたらね。続けます。あー、違う、何回だ。よし、これでこの子は何？お、何、追いかわされるわけじゃないの。何何、迷子ついてくる、この子味方？あ、待って、この辺の割れる漬物石を手に入れた。
この銅の鉱石とかがあれか、素材ってことかな。この子なんなん、迷子なん。餌がいるの、そういうことじゃなくて。え、渡れねえ渡れねえ。こりゃひでえ、橋がめっためたに壊れてるぞ。これじゃとても渡れそうにないな。仕方ねえ、他に向こう側に行く方法がないか、この辺りを探してみようぜ。あ、てかさっきあれをね、犬がおった方向行けるんかね。なんか犬の存在一応無視してる感じやけど大丈夫。この家は何、あキャンプのやつってこと。管理人さんか何。お、宝箱あるやん、見逃していくとこやったお、レシピブック、鱗で作ろうを見つけた。鱗で作ろう、鱗の盾のレシピを覚えた、鱗の鎧のレシピを覚えた。めっちゃ普通に洗濯物干しとるけど、あ、これ赤い本があるところ、すげえ超目立つ長い年月によって想定がかすれている、かなり古い本のようだ。え、それだけ、それだけ読む価値なかったですけど。読む価値のある本があるところが赤くなるんじゃなかったの。お、割れるぞ割れるぞ。あ、ウロコやん、早速。お、そして別に家の人いないのね。そして建物の中まではあの犬も入ってこないの。木こりの小屋、待ってる超待ってるよ、行きます。へい、じゃあ犬のいた方向に、あ、あっちの方向びっくりマークついてるね。なんか何これ、え、何これ、モンスター、違う、え、何これ。何やら不思議な形をした面にアユラの手の技が反応しているようだ。手をかざしてみますか。ほい、なんだこれ、水晶、水晶、何かが見える。本当に何かが見える。カッコンカココン、木を切るべ、オラキコリ、森の恋人、はーい、よっちゅれよっちゅれよ、歌うな。あ、ここの人が、ここの人どこ行ったの、何昨日直したばかりの橋が真っ二つ、また一からやり直した。誰だべや、こんなひどいことするやつは。お、モンスター、じゃじゃーん、それはこの俺、いたずらデビル。そんな名乗りでんでもね、せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでも食らえ、いたずら変身ビーム。あ、もしかしてこの犬、この犬なの。へえ、中身おじさんあー、おじさんだ。けっけっけ、いたずら大成功、木こりを犬にしてやったぞ。おいらやっぱり天才かもね。さーてと、次はどんないたずらをしよっかな。どうやって直すの、あいつを倒すの。あいつはどこにいるの。宝箱、この中に隠れとるとか、そういう違ういたずら。そういや、この宝箱は空っぽだったな。しめしめ、それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて。おお、わかりやすいそのまんまやったそのまんまやった。今の光景は一体なんだ。あゆな、お前この光る根っこに何かしたのか。あ、見えとんやね、他の人にも見えるんやね。おじさんなのかマジか、このワンコロが木こりのおっさんだってのか。やれやれ、牢を出てからおかしなことばかり起き上がる。ユイ様との旅は退屈しそうにねえぜ。まあ、どの道橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないか。あ、他の道はないんやね、結局。さっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直せる木こりなのかもしれねえ。魔物の入った宝箱を探して確かめてみないか。まずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜ。また戻るのか。なるほど、可愛い犬だなと思ったけどおっさんかおっさんか、ちょっとがっかり。で、こっちの道に戻っていけばよろしいのね。怪しげな場所、怪しげな場所、なんか突き当たりとかってこと。あ、
こっちの方になんか行ける。お、ギガンテスおるんやけど。ギガンテスおるんやけど。あ、こっちだこっちだ。いやーありがとう、わかりやすくびっくりマークとか書いてくれて。これで違ったらどうしよう。違わんよね。あ、これやこれ。入ってるのね、この中に。ケケケケ、来たな来たな。じゃ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 ーん、参上、俺はいたずらデビル。もう全部見てるから。ふふ、で、かわいそう、なんか。えへへ、リアクションが悪いぞ。ならこれでびっくりさせてやる。いくぞー。え、なに？何したの？おいおい、どうした？それで終わりか？もっとびっくりさせてくれよ。なんだと？生意気な奴らめ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。行くぞ。強いんかな？ビビるほど強いんかな？てか宝箱の中身は最初から空っぽやったん？そういえばこの宝箱は空だったなとか言ったよね。お、待てよ。メラ。いいねいいね。いいんかどうかわからんけど。おう、ミス。これは今ゾーン状態だな。私なんかちょっと光っとるよね、若干。普通に攻撃した方が強いんかな。なんか最初だけ強かったね。変わらねえ。特に変わらねえ。ちょい待ってね。毒消しそうじゃない、薬草。はあ、どっちもピンチだ。そっちの方向に私いないじゃん、当たってないじゃん。あ、髪が。私もなんてこと。え、だってこれさ、両方を回復するとかいうのないよね。ないんだよね。はあ、私がやられそうな予感。はあ、やられた。あ、神が動かせる。神が動かせる。攻撃は勝手にやりよるけど。やっつけれるの、これ。やっつけれないよ。あ、え、今からのゾーン状態ですか。え、ちょっとあの薬草とかも勝手に使ってくれないかしら。いやー、死んでしまった。さっきのあの女神像のところから。お祈りした場、お祈りした場所、お祈りした場所かな。へい。これはさっきやったことは別にあったまんまよね。アイナに我らが神のご加護がありますように。作戦で、作戦で、作戦替え。バッチリ頑張れ。命令させろにしておけばいいということよね。よし、これで体力は全部回復してんの。回復してるね。ああ、寄ってきた寄ってきた。寄ってきた寄ってきた。跳ねるように。え、でも相手全然あれよね、なんかピンチって感じの色になってなかったよね。え、何、け、牛、牛敵じゃないよね、牛。喋る。もうこの辺りの天気がどうなるか教えるもん。どうやらこの辺りは明日の朝から晴れるもん。冒険日和になるもん。元気に進もう。なんとも不思議な牛だ。別の場所でまた牛を見かけたら話しかけてみよう。何こいつ、何、魔法でもかかってんの。そういう生物なの。元気に進もうだけなんか普通やったけど。
こを抜けたら晴れるのね。密林でもずっと雨が降りよるわけじゃないんか。これはもうスキップできる。よし、さあ頑張っていこう。あ、びっくりした。なんで呪文使いになったんかと思った。神の方やったんやね。そっちが先なの。ひえー、体力そして私は薬草をこまめに体力を。ここは技何にもないんだな。てかあれ、攻撃と呪文だけ。あ、特技もあるよね。なるほど。あ、体力。薬草がなくなるな。普通にホイミの方を使っていこうか。相手の体力はどれぐらいなの。見えないじゃん、全然何も。ひえ、燃える。燃え、あ、こっちか。あ、もうすぐやっつけれる。もうすぐやっつけれるよ、ホイミ。もうあれかな、こいつ何にも持ってね。何にも持ってね。あ、よかった、すぐに私のターン。そっちもホイミ使うんですか。どういうことよ。敵は回復すんなし。敵はちょっと一方的にやられてればいいんじゃないかな。いやー、体力が少ないよ。会心の一撃とか出てくれんかな。おう、ゾーンに入った。ナイスタイミング、ナイスタイミング。あとは違う、逃げないから。神の方もゾーンに入っていただけないかしら。お、マジックポイントがつけたね。つけた、つきた。お、ゾーンに入った。おっしゃー、シャドウアタック、いいね、いいね、かっこいいね。やだ、やっつけた。ふう、いたずらデビルをやっつけた。イエーイ、レベル7。神もレベル上がる？上がらねえ。上がらねえ。なんてこった。オイラの方がぶったまげた。中に何か残してくれてるとかいうことはないのね。おーい、おーい、旅人さん方。お、戻った？おじさん。まさかあんた、あのワンコロか？お、戻った戻った。ワンじゃない。おう、オラは木こりの満腹。あんたらのおかげで人間さ戻れただ。いや、ありがとうなんて言葉だけじゃオラの気が済まねえだよ。何かオラに手伝えることはねえか。いや、橋を直せ。手伝えることか。ああ、あるぜ。あの者が壊しちまった橋を早いとこ修理してもらいたいんだ。それならお安いご用意だべ。橋の修理さ終わるまでオラの声で休んでいくといいべや。へへ、ありがとな、木こりのおっさん。そんじゃ言葉には参るとするか。お、木こりの小屋まで戻った。何あれ、あれか、行く場所。いやいや、お待たせしてすまんかった。壊れた橋はオラがバッチリ直すぞ。前の何倍も丈夫にしてやったべ。これでもう壊されない。
なんか速攻で燃やされそうやけど。おお、仕事が早いじゃねえか。おかげで助かったぜ。それにしてもそこの兄ちゃんがキロネに近づいたらオラが犬になるのが見えたってあの話だがよ。ありゃよく考えたら命の退治の導きに間違いねえべ。命の退治の導きんだ。退治の導きはオラが子供の頃から今は亡きじい様からよく聞かされてただ。世界の真ん中に浮いている大きな木、あれは命の退治というもんだ。あのなんかオープニングでドラゴンに変わったやつかな。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を揺らし世界の調和を保つと言われる神木だな。世界樹的な。そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡らされた胎児の猫が顔を出したもんなんだ。へえ。超巨大なんやね。そしてあの根は選ばれし者だけに胎児の意思を伝える。オラのじい様はその不思議な奇跡を胎児の導き、そう呼んでいただ。だはは、オラがいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。じい様のほらばらしさと今の今まで忘れていたぐらいだ。兄ちゃん、あんた命の胎児に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし羨ましい限りだべ。髪の毛は関係ないと思うけどね。ふーん、ユース様は命の胎児に愛されし者ってわけか。まあいいや、さっさと行こうぜアイナ。さあこれでやっと進める。命の胎児に愛されし者、選ばれし者のみに命の胎児の意思が伝えられるという胎児の奇跡を起こした者に贈られる称号。なるほど。ん、こっちの方向で合ってるよね。またしてもなんかおじさんおる。いやはや、あなたたちのおかげでやっとこちら側に、あ、さっきの人ねやっとこちら側に当たることができましたよ。ありがとうございました。さて結構ですさて結構です。そしてどっちの方向だ。こっちの方向。ここまっすぐ行けばいいってことかな。ふんふん、なんか寄り道とかした方が宝箱とかありそうな気がするけど宝箱とかありそうな気がするけども、まっすぐ行った方がいいよね。迷いそう迷いそう。へっ、ビッグハットかわいい。うっ、へいへい。帽子だけ残るかと思った一瞬。お、神レベル7。あとちょっとやったんやね。そしてこの先へ抜けたらまた雨上がるかな。お、出口出口。意外と早く、意外と早く抜けれたお、晴れ渡ってるね。え、これ 通れるの。あ、下をくぐるの。なるほどなるほど、そういう感じで普通に行けるのね。そしてここはどこなんだ。あ、石の村、石の村下、こっちの方。お、なんかなんか懐かしなモンスターたちだな。こっちか。これ裏側ってこと。村のじゃなかったら正面から行ったら確実になんかね、コメロスやった？あれがおるよね。うん、懐かしの村に帰ってきたらボロボロでしたなんてことがなんかありそうな。え、これ全然抜けてきたとこだね。旅立ってきたところよね、これ。いやー、なんか見るのが怖いですが。あれやん、よくあるやん、そういうパターンね。ね。お、無事。あ、超無事、超平和。超平和。ああ、よかった。まだ来てないとかじゃないよね、別に。
お、これお母さんやったっけ？さあ、久々の石の村。お兄ちゃん、見ない顔だな。旅の人かい？ここは石の村。何にもないところだが、ゆっくりしていくといい。見ない顔？え？あんたがこの村の出身だって？はっはっは、何バカなこと言ってんだ。お兄ちゃん、面白い人だな。え、何？え、何？記憶が消えてるの？え、記憶が消えてるの？そういうパターンですか？え、それともなんか、知らないふりをしなければ村が滅ぼされるとか。大地の精霊は見ておられます。さっさと勇気を出しなさい。必ずや二人は結ばれるでしょう。そんなことにまで口出してくるんやね、大地の精霊。はぁ、すみません、旅の方。今、と言ってももう半日ほど取り込み中なんです。半日も恋愛相談乗ってるのすげえな。神様どうか僕に力を。今日こそ彼女にプロポーズするんだ。神父様、見とれてくださいね。プロポーズ？この人ってあれじゃなかったっけ？あの女の子じゃねえ、男の子の父親じゃなかったっけ？気のせいかな。え、ここ石の村ですよね。ああ、腹が減ったな。ペルラさんちは今日もシチューだな。うまそうな匂いがするぜ。あれこそお袋の味ってやつだ。旅人さんにも母ちゃんがいるだろ。たまには家に帰って大事にしてやりな。大事にしてやりたいんだけど。お、あの屋根の上なんか光ってんだけど、上がれます？どこから上がるんだ？あ、あそこから上がれるね。ん？向こう側じゃないね。あー、落ちた！落ちた！こっち側か。助けて。こっち側からってことかな。いや、崩れ落ちるよ。ああ怖い。ああ怖い。おーし、これで、あれ、はっ、びっくりした。一瞬なんか超マトリックス的な感じに。綺麗な枝、苦労して登ったのに、どういうことやねん。そしてこっちの屋根の上にもなんかあったな。いろいろあるのね。あ、なに、あの木の丸太の束ってあれなの？崩したら消えるの？風切りの羽、また上にあげたのか。そして私の家はどこだったかしら。これだね、これだね、石畳の。記憶はあるやん。おかえりなさい、アユナ。お前の大好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。お腹が空いたでしょ。さあ、早くテーブルに。ひっ、あんた誰なんだい。どういうこと。アユナは自分がアユナであることをペブラに伝え、自分がアユナであることをどういうな、何言ってるんだい。うちの子はまだ6歳だよ。お前さん、私をバカにしてるのかい。さあ、トトル出てっておくれ。出ないと人を呼ぶよ。6歳？何、どういうこと。何、タイムスリップした。私タイムスリップ、どういう状態、何あれ。え、タイムスリップじゃない、これエマやろ。え、そういう記憶の操作じゃなくって、なんか、どういう状、さっきのどこだった。え、さっきのどこでした。どこ見てたの。こっちかな。こっち、あれだね。うん、ワン。あ、ほら、小さい。ルキも小さい。ヒクヒク、私のスカーフ。どうやら少女のスカーフが木に引っかかってしまったようだ。スカーフを取ってあげます。え、どういう状態な、なんか、何、時が巻き戻されたの。ありがとう、お兄ちゃん。
私エマっていうの。お兄ちゃんはアユナですけど。アユナ、あ、分かったわ。お兄ちゃんアユナを探してるのね。え、そこは同じ名前なのねとかならないの？アユナならテオおじいちゃんのとこにいるはずだわ。こっちよ。あ、そっか、おじいちゃんまだ生きてるのか。じゃあどこどこ、なんかめっちゃ無邪気に案内してくれる見知らぬ旅人を。はいはい。おやおや、旅の方、エマちゃんとお追いかけっこですかな。若いもんは元気でええの。旅の方が女の子を追い回しよったらそんな平和なことにはならないんじゃないのかな。変質者かもしれんやんね。なんか結構何、村の外れなのね。村外れの道、めっちゃいろんなもん飛びよりやん。花びら、お、いたいた。これこれ私、なんか蹴飛ばしたけどなんか蹴飛ばしたけど今ねえおじいちゃん、はしご知らない？はしご、今のスカーフが木の上に飛ばされたんだ。取ったよもう。わかったわかった、待っておれ、今行くでな。おや、わかるか、おじいちゃんならわかるんじゃないのか。わからない。あゆな、はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃんあなたに会いに来たんだって。知ってる人？ううん、知らないよ。ふん、あの青年はわしに用があるようじゃ。あゆなとエマは向こうで遊んでなさい。察した察したの。はーい。さてと、あれじゃない、ドラえもんのおばあちゃんの話的な。ほらお前さんもアユナじゃな。ねえドラえもん、でもおばあちゃんは伸びたってすぐ気づいたよね。そうじゃろうな、赤ん坊の頃から面倒を見てきたんじゃ。わしにはわかるわい。そんな辛そうな顔をして一体何があったというんじゃ。わしに話してみなさい。アユナはテオの言いつけを守って石の村を出た後、自分の身に何が起きたのかテオに話した。なるほど、どうやらお前さんはわしがいなくなった後の未来からやってきたようじゃな。どの瞬間にタイムスリップしたの？ふん、頼りにしていたデルカダールの王に裏切られたというか、辛い思いをさせてしまったの。デルカダール王が頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良しそうじゃ。だがこうして話してる時間はあまりなさそうじゃな。良いか、よく聞くんじゃろ。村を出て東に向かったところに石の大滝があるじゃろ。戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。東にある石の大滝、そこの三角岩じゃろ。戻ったらっていうのは自分の時代に。しかし大きくなったの。これほど立派になったアユナを見ることができ、わしは過保者じゃ。アユナや、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せちゃった。あ、消える消える。これ現代、現代なの？戻りました。どの瞬間でどうタイムスリップしてんかわからんのやけど。わからんのやけど。これでもうあれですか、大きくなってエマとかがいるんですか。てかお母さん変わらんすぎじゃね。お母さん変わらんすぎじゃね。え、村は無事なんだろうね。あれ大滝って普通に今子供走り回りよったよね。ん？戻ったんかな？おじいさんが消えただけとかじゃないよね。え？戻ってねえ。おじいちゃんだけ消えましたけど何？お兄ちゃん、さっきは俺を言いそびれちゃったけど、エマのスカーフ取ってくれてありがとう。またこの村に遊びに来てね。へえへえ、遊びに来るも何もあなたなんですが
あ、消える。戻る？今度こそ。てか、なんなんあの根っこ。お、なんか光がなくなったんだけど。ん？戻ってきた？何ぼーっとしてんだ？大丈夫か？そういえば神どこに行っとったん？はぁ、やっぱりこういうパターンなの。やっぱりこういうパターンなの。マジか、平和だと思っとったのに。まったくひでえことをしやがれ。勇者を揃った村というだけでこの仕打ちか。お前を捕まえた後、ダルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。そういや、お前がぼーっとしてるとき、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいに何か見えたのか。アイナは今見てきたことを神に話した。へえ、不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんに会ってきたとはな。あ、ってことはやっぱりあれ、マノロのお父さんがお母さんにプロポーズする前やったんやね。お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃあじいさんの言葉を信じて医師の大滝とやらに行ってみるか。医師の大滝は村を出て東に向かったところなんだな。え、っていうかさ、なんかすげえしれっとした感じやけど、みんなは死んだの？ということよね、きっと。え、エマは？出てこないの？もう辛いのはわかるが、ここにいても何も始まらない。行くぞ、エナ。なんか教会すげえ綺麗に残っとるね。あ、人おるやん。あっと、びっくりした。なんだ、落ちたぞ。もう私は旅の神父デルカダールで不穏な噂を耳にし駆けつけたのですが、一足遅かったようです。悪魔の子を恐れた罪深き村を裁きの炎によって浄化したとデルカダールの王様はおっしゃいました。しかしこの光景を前にして、誠に罪深きはどちらか私にはもはや分かりません。幸いデルカダール兵たちも教会を壊すのはためらわれた様子。教会の奥にあるベッドで体を休めていくことができますよ。焦ってはなりません。疲れた心と体を癒し旅を続けなさい。ではお勤めと参りましょう。一応そういう心は残ってるのねそういう心は残ってるのね。じゃあお母さんもマノロたちもエマもいないの？なんてこと。とりあえずちょっと綺麗に残ってる教会。なんかさ、あれじゃないの？いやー、超荒らされてる。宝箱あるけど。おう、現れた。なんかなんと、アイナはレシピブック聖堂騎士団案内を見つけた。騎士団の服のレシピを覚えた。こいつら一体何なん？おい、消える。うわ、ムカつくわ。なんか間抜けな顔してこっち眺めやがって。これは持ち上げれないよね、この大きさ。何あの足ブラブラさせて。かわいいけども、見た目かわいいけども、あっちしか部屋ない。あ、こっちにもある。え、何もね。なんか牢屋みたいやね。ん、特に何もない。あれないね、倒れとる人とかもおらんのやね。なんかそういうのおりそうじゃない？なんか多少ちょっとどこかで息のある人みたいな。まあ、とりあえず村を出て。え、なんか夜になったあ、イベントがあるとかじゃなくて、ただ単に普通に時間が経過したのね。村を出てて、ね、こっから出ればいいの普通に。
村を出て東の石の大滝、そこの三角岩を掘れって言ったよね。三角岩を掘る？三角岩の前を掘る？馬を呼ぶか久々に。よし。あれやんね。ん？これで合っとるよね。特に何も書いてないけど。石の大滝。これじゃないの？場所の名前は何も変わらんね。こっち側に行くのか？お、なんだなんだ、なんかおった今。いや、なんかいっぱい出てきた。いっぱい出てきた。ただしみんな一発。いや、逃げたし、逃げたし。モコッキー逃げたよ。あ、スライムも。この辺のあれかな、やっつけたところでそんなに経験値そんなに経験値もない感じ。ここを抜ければいいの？デルカコスタ地方への道。何、どこ行ってんの私。あ、宝箱ある。なんか知らんけど。あ、オリンクっても開けれたんかな今、もしかして。打ち直しの宝石5個。イエーイ。いや、イエーイじゃなくて、多分やっぱりさっきのあの場所ということよね。なんか違う地方に行かされよる。三角岩どれ？三角岩どこなの？ちょ、なんかその辺スライム降りすぎじゃね。なんかあれをね、あの、なんか何？全員を攻撃できるような技がこういう時欲しいよね。一発でババババってやっつけれる感じの。あれか？三角なのかどうかは分からないけど。これ？これじゃない？なんかこの岩だけなんか目立ってない？気のせいかな。どうやって降りるの？ここでは降りれないのかもしれん。降りれた、降りれた。この辺じゃないの？てか掘るってどうやるんだ？この辺なんか上上がっていけそうな。上がれねえ。上がれねえ。三角岩。石の大滝。え、どれだい？別にここから飛び降りれるわけでもないよね。何もない。え、やっぱりこれじゃないのか。お、向こう側には行けない。びっくりした。びっくりした。無駄に量が多い。でも確実にこれ何匹か減っていくもんね、ほら。確実に何匹か減っていくもんね。三角岩の前を掘るんやったっけ。
ひひ。お、宝箱、薬草を手に入れた。ありがとう。三、これ三か。この辺やと思うんやけど違うのか。この辺なんかちょっとボタンを連打しながらボタンを連打しながら動いてみようんやけどさ、ちげえ。動いてみようんやけどさ、石のおたきはこれやろ。これ以外に大滝見当たらんもんね。愉快にステップ踏んでんじゃねえぞ。ひえひえとか言うほどダメージ受けてないけど。さあ、魔物の群れはあっという間にやっつけれるんやけど、この辺のごちゃっとしたとこなんかありそうな感じするけどないんよね。何もまず三角岩があれなんかどうかもちょっとよくわからんねえけどさ、なんもないよね。この辺なんかいけないこの辺なんかいけないわ。ほう、じゃあおじいさんもう一回出てきてくれんかなちょっとおじいさんもう一回出てきてくれんかな。あれ三角なんかな、あれ三角なんかな。もっとなんか違うとこに行かんといかんのかな。でも東村を出て東の方向こっちってことやんね。とりあえず何、この辺行った方がいいの。なんかデルカコスタ地方とかいうとこに行くけど、なんかこのこっち違うよね。上とか登っていけるんかな。いやでもゼルダ的な感じで登っていけることはないんよね。特に細い道もなさげないんやけど、どうなんだ。これまた村の方向に戻っていきよるよね。村出る、村の出口ってここしかないんかな。お、ルキの豆知識が。村の出口はここだけ。神の岩、あっちの方向からも出れるみたいやけど、向こう側行ってみる。でも向こう側滝あるの、こっち側よね。
滝があるのこっち側よね。この滝は関係ない。お、明るくなった。この滝ってさっきの滝と別の滝？別なのかこれは。外にあったのとはまた違うんやね。やっぱりさっきの方向なんかな。下から出ても何もない？いやー、荒れてる。超荒らされてる。こっちか。とりあえず村のもう一つの出口、こっちから出たことないよね。この先神の岩ようなきものだった。あ、そっか、神の岩ってあの試練のとこか。え、試練のとこってことはあっちでも滝あったよね。なかったっけ。なんか確実に違う気がする確実に違う気がする。三角岩じゃないもんね。神の岩やもんね。デルカコスタ地方っていうところにちょっと行ってみようか。とりあえず出て行ったらなんか滝の別の方向から滝に向かえたりとかするかな。いや、ほんと誰も残ってないんやね。こういうの普通なんか、普通なんかエマとかね、自分のお母さんとかルキとかそのあたりぐらいは、こっちか、そのあたりぐらいは微妙に息があったりとかするもんなんじゃないの。しないの。誰もいらっしゃらない。あの人も唯一の生き残りかと思ったら全然違うしね。さあ、こっちの入り口にまた戻ってきた。やっぱ向こうは違うってことよね。こっち、ちょっとそしてもう一回、もう一回馬を、へいへい。で、なんかもう一個のなんとか地方。だって村を出て東だから。違う、村を出て東だから言われた通りの方向的にはこっちなんよね。とはやっぱりこっちの方向なんかもしれない。ロトゼタシアの豆知識。ロトゼタシアっていうのはこの国、この国、この世界っていうことなんか。デルカコスタ地方、デルカコスタ地方。あ、石の大滝って書いてるやん。ってことはこの辺でなんか分かりやすく切って、あ、あれやない？あ、もういいよ、水のとこ走ってくよ。速攻やん速攻やん、あるやん。何これ、おじいさんが埋めたやつってことかな。お、手紙2通入ってるよ。1つはかなりボロボロだな。
何が書いてあるの？あゆな、あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてすぐ、故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。あ、お母さん、生みの親の方。いいですか、アユナ。心ある人に拾われ立派に成長したら、ユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのが、大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉は何を意味するのか分かる時が来るでしょう。アユナ、一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ？そっちはおじいちゃんとかじゃない？違うのかな？てか、海の親がデルカダールの王を頼れって言ったよ。何今の？親愛なる孫アユナへ。未来から来たお前に出会った後、わしは約束通りお前に道しるべとなるものをここに埋めておいた。あの後に埋めたんや。へえ。母親の手紙はもう読んだかの？あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従いお前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃの。なぜユグノアの血が魔物に襲われ勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。それを使って世界を巡り真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となった全ての真実を。アユナや、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前の人事で幸せしちゃった。旅の扉、ワープしだすんやね、ここから。東に向かうの。アユナは魔法の石を手に入れた。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。お前の爺さんが言ってた旅立ちの祠はこっから東にあるんだったな。それじゃさっさとそこに行こうぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。列島部が移されたのはこの道の先にあるデルカダール神殿だ。あ、匂ったね、そういえば。よろしくな、アユナ。このすぐ近くですか？雨降ってきたよ、雨が。看板が。しかしこちらは裏側だった。デルカダール神殿、こっちね。こっちとはどこだい？こっちかい？道じゃない。道じゃない。お、牛。牛はもう何、天気を教えてくれると限ってるのね。どうやらこの辺りは夜から晴れるも冒険日和になるも。なるほどなるほど。その天気情報ってなんか役に立つのかな。なんかその天気じゃないと現れんモンスターがおるとか、そういう感じかな。で、なんかそのモンスターが落とすものが必要になってくるとか、まあいろいろと役に立つんだろうが、よくわからねえ。よくわからねえ。これもう神殿に着く感じ？なんか一応建物見えとったよね。見えてなかったっけ？デルカダール地方。お、これキャンプですか？え、キャンプ？じゃないのか。何これ、中に入れそうな。何これ、ついさっきまで誰かご飯食べよったとか、そういうことじゃない。キメラの翼ゲットした、やったね。この人たちは一体どこ行ったの？
ここでもまた馬が呼べるっぽい。しかしあれなんだね、女神像とか何にも、お、ん、ないね。これなんの、看板。デルカドール城に向かうけど、神殿はどこなの。こっちで合ってんの。デルカドール城に今戻ってもあれじゃね。デルカドール城に今戻れなくね。神殿あれ城よね。あれは城だな。通り過ぎたかな。通り過ぎたのかもしれない。まあ、とりあえず行けるんなら行けるんなら城下町にでも入っていきたいけども、いやー、いい天気。でも城が近いんやったらこの辺までなんかね、追っ手の人とか兵士とか降りそうなもんやけど。そういえばここって入り口になんか兵士おらんかったっけ。あ、ここ、お、いないの。おい、この辺は用心して進めよ。俺たちがお尋ね者だってこと忘れたわけじゃないだろ。ほとぼりが冷めるまでデルカドール城には近づかないのが俺たちのためってもんだぜ。近づけないらしい。やっぱり近づけないらしい。デルカドール城の方には行けない。あれよね、町の方にも捜査網が回ってるってことよね。近づかない方がって言われたよね、さっきんとこ。これは一体どこに行きようやろ。あ、これ戻るんか。あ、通り道、近道あったやん。近道っていうほどのものかどうかもわからんけど。あそこキャンプ地ってことかな。あの地図上にあったやつ。あ、もう水とか関係なく全然いける。全然いける。へい、ズッキーニャ、よし。ちょっと草で見えない。お、この辺のも一発ですか。イエーイ。お、すげえ、最後なんか武器受け止めとったやん。手で。どこ、この辺。あ、違う、逆方向やん。あ、ここだね。ここ最初に来たとこかな。いやね、多分。よし、ちょっと休ませていただこうか。ちょ、待って、降りたい。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次はあれか、神殿を探していかんといかんのやね。多分近くにあるんやろうけど、なんか全然違う方向に行きよる気がする。